皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ6日目です。昨日はですね、肩周りですね、少し回して大胸筋だったりですね、小胸筋、あとはね、肩甲骨の脇周りのいろんな筋肉をほぐして肩の動きね、良くしていくようなワークをしていきましたが、今日はちょっと進んで上に上がって首周りのエクササイズをしていこうと思います。今日のコンディションチェックのために横に倒してみてもらったり、天井を見上げたり、軽く回してみてもらって、首周りの状況を確認してください。はい、それでは早速ストレッチからしていこうと思います。まずは横の筋肉ですね、伸ばしていこうと思いますので、片手バンザイしてもらったら反対側の耳に触れるようにしていただいて、横にぐーっと倒していきましょう。そして反対側のこっちのね、フリーになっている方の手は床面に向かってぐーっと伸ばしていくと、より伸びを感じられると思いますので、そのポジションであと5秒間キープしていきましょう。はい、結構です。そしたらですね、今度は真横からちょっとだけ手の位置を後ろ方向に持っていっていただいて、真横ではなくて少しだけ前に首をかしげるような動かしてみてください。この状態で20秒間いきます。はい、結構です。そのポジションからさらにちょっと後ろにずらしてもらって、そこから少し前の様子を、前に首を倒す様子を強めて、もう少しストレッチをしていきます。このポジションで20秒間。はい、ゆっくりと起こしていただいて、手も解放しましょう。そしたら反対側の手、バンザイしてもらったら、まずは耳ですね、真横を少し持っていただいて、横に倒していきましょう。こっち側のフリーになっている方の手は床面に向かってぐーっと伸ばしていきます。同じく20秒間キープ。今度は手の位置を真横から少しだけずらしたところで、少し前に倒す成分と横に倒す成分を少し変更していきながらストレッチをしていきましょう。同じく20秒間。はい、結構です。そこからさらに後ろ方向にずらして、先ほどよりも前に倒す成分がちょっと増える感じですね。そのポジションで同じく20秒間キープします。手を解放していただいて、今度は後頭部ですね、両手で後頭部を触れるようにしていただいて、両手で少しお辞儀をさせるような感じで首を真下に入れていきましょう。同じく20秒間。はい、結構です。ゆっくりと手を解放していただいて、今度は天井方向に見上げていくんですけれども、胸椎ですね、胸が丸まった状態だと顔上がらないので、しっかりと背筋を起こしてもらって、起こした状態で天井を見上げていきましょう。これも20秒間、こうしてでサポートしてあげても OK です。
ではゆっくりと下ろしていただいて、そしたら最後は首を回していきましょう。できるだけ大きくかつゆっくりと回してください。左右それぞれ5周ずつしましょう。ラスト1周、5周したらゆっくりと反対回し、はい、結構です。少し肩をね、回していただいて、スタートと比べた時の首の状態、下の向きやすさ、上の向きやすさ、伸ばした時の違和感、いかがでしょうか。1ヶ月チャレンジ6日目、首周りのエクササイズはここまでにしようと思います。明日からですね、少し動いていく系のエクササイズをどんどんとね、入れていこうと思います。明日は腕の動きを使って胸を開いたり閉じたりしていく、そんなワークをやっていこうと思いますので、明日からもね、また皆さんぜひチャレンジをしていただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。